中にこの度小さなお店を出しました。別れて随分経つけれど偶然噂を聞いたの私。あなたが元気で暮らしていることを服の背広が大人に見えました。父親早くに亡くした私には、ネオンの谷間に咲いた花、悲しい涙も流したけれど、あなたに思い出いっぱいもらった。男の名前で差し出すこの手紙、奥さんに見られちゃ困ると思ったの。ゆう子が死ぬほど惚れたのはあなたの他にはいないわ誰も。昭和の時代は遠くに流れ